はい、こちら、うーん、これ。まあ、あの、昭和生まれの方は、こっちの方が、見栄えがいい。なんと、えー、バンダイ、220分の1。えー、ゼータ・ガンダムシリーズ、42番。はい、これ、バイアランでございます。あれバイアランって、144じゃないの。いや、違います。 ゼータガンダム放送当時は、ゼータガンダムの放送当時はね、えー、バイアラン、えー、ジオどうやったかな思うな。バイアラン、ジオ、ジオはどうかなと思ったけど、<laughs> サイコガンダム、サイコガンダムマーク2、で、あと、えー、キュベレーが、えー、220やったんじゃないのかな うん、あの、特に後半戦に、後半に出てくる、えー、モビルスーツは、まあ、プラモデルで売ってるだけでもありがたいやん、みたいなね。プラモデルが出てるだけでもありがたいやんって言われた、えー、中のこの、一つが、このガブスレー、じゃない、ごめん、えー、バイヤンやな。<laughs> これ、ガブスレーは出とったな。これがね、なんとね、 日本サンライズと書いてあって、実はこれ、当時ものなんですよ。これ、ここもね、ほら、ツ通エージェンシー、日本サンライズと書いてあって、ね。で、これがなんとね、えー、400円。220分の1で400円なんだよ、ね、これ。これ。なんと、1986年、ゼータガンダムは85年に放送開始されているんですけど、 えー、なんと、四十八十六年に発売されてる。これね。型バーニア軍。メインバーニアをリアルに再現。はい、これね。はい、ここ。RMS-154 バーザムと同時に、連邦軍ティターンズによって、 大気圏内での局地戦闘用に開発されたのがこのバイアランである肩の部分の熱核ジェットエンジン及び腰のメイ,ンストラスメインバーニアによって急激な上昇能力を誇り大気圏外からの敵の侵入を防ぐ飛行性能を重視して返されたためモビルスーツ同士による 白兵戦での戦闘能力は乏しく、特に手にはメガ粒子を内装していることもあり、マミピュレーター程度の3本指となっていることをやっているので、えー、その機能は低い。キリマンジャロでジェリドが搭載した機体はテスト段階だったため、ダカールで使用された時と塗装が異なる。はいこれ。 バイヤラン当時のねバンダイはねあのー、220分の1で発売してでやっぱり220分の1って人気がなかったから、えー、ついでっちゃ何なんですけどね、えーえー、マーク2ゼータガンダム100式まさかリック・ディアスぐらいまで行ってたと思うんやけどな。 あの、安い金額で220分の1で揃えようとしたのよ。けどね、えー、誰も買えへんかった。誰も買えへんかった。なんで、この、えー、ゼータガンダムシリーズが、あのー、思うほど売れなかったのか。これはね、やっぱりね、当時の85年、 86年っていうのは、あのね、いろんなプラモデルメーカーが、いろんなプラモデルを出してたんで、やっぱ混戦やねんな。混戦状態に入ってたんで、えー、バンダイのプラモデルを買う人がほとんどいなかった。なんでって言ったらあ、太陽の木はダグラム。ね。太陽の木はダグラム。で、 翌年は1年半経ってから、走行騎兵ボトムズ。で、あと、残骸キットで、えーま、ザ・ブングル、ダンバイン、エルガイム。で、86年になってくると、ダブル・ゼータ・ガンダムとか。で、あとは少数派ですけど、えー、もう放送が終わったマクロス。 マクロス2とか、あとはガルビオン、ドルバックとかね、モスピーダーとかもやってて。で、バンダイの主力が、あのー、銀河漂流バイファムの方にちょっと力が入ったんやな。銀河漂流バイファムの方に。で、結果として、 富野義之総監督が、富野義之総監督が、ゼータガンダムは否定的やったのにもかかわらず、サンライズが押し切ったせいで、結果として、えー、残念な販売実績のまま終わった。なんですよ。で、その流れで、ダブルゼータガンダムやんねんけど、 ダブルゼータガンダムでね、えー、144、144じゃない大型キットのダブルゼータガンダムって、おそらくね、ダブルゼータガンダムだけじゃなかったのかな。うん。それぐらいね、やっぱり厳しかった頃やねん、これ。で、これね、実はあのー、まあまあ、何軒かの店をね、 あの、行くときははしごをするんですよ、僕はね。はしごするんですけど、中がこんな感じになってまして。これはね、お店の人に常に僕言ってるんですけど、箱、説明書、中身がすべて一致して、箱、説明書、中身がすべてちゃんと揃ってて、 当時物なんですよ、これ。これね。中身なんですけど。バンダイの400円キットにしてはね、珍しく枝が1枚多いんですよ。主にボディのつかとこに使うんですけど。で、あと付録。ね。ガンダムダブルデータ。3月1日より大人気放映中。ね。 ダブルゼータ・ガンダムこれねで当時の記録としては売り上げカードがついてる、はい、これ懐かしいって思った人いてると思うんですけどね、うん、でこれがあカラーソー図ね こ,れここにあるのは機体説明機体説明キターンズ試作キターンズ製試作モイズスーツ飛行性能に重点を置いた、えー、設計で従来の熱核ロケットエンジンの他に大気圏内用熱核ジェットエンジンを搭載することでこれまでの モビルスーツ単独による対空時間記録を大幅に更新したそしてさらに機体の軽量化と空力性能を特性を追求した結果ビームライフルなどの装備品を切り捨て腕の部分にメガ粒子メガ粒子砲を内蔵させるという改良が施されたまた宇宙での運用も 可能で新世代モビルスーツと呼べる潜在的な性能を秘めた機体であると言えようこれねバイエラーな これちなみに220分の1ね。倍,倍やら。これは見ないよ。もうあの、小売店やな。小売店で売ってて、小売店で売れ残ったら最後。もう安売りで、安売りしてなくなった。ちょっと待ってや。で、ちなみにやけどね、えー、ここ、ここにあんねんけどね。こうねえな。こうねん。 これこれが、えー、バンダイのあの HGUC って言われる、えー、144のバイアランね箱めっちゃでかねはいでこれがね、えー、販売価格がどこやったかな まあまあ2600円たっか400円2600円になってんでみたいなところがこのバイアランで横がこんな感じまあ確かにこっちの方があのまあサイズが大きいから自由度は効くんやけど人気があったか人気があったかなかったで家はね あんまりなかったような気がすんねんけどな。けどね、お店ではあんまり見ないきっとでもあんねん。バイらん。うーん。これ。はい。まあ、こっちは別にね、あの赤バンダイで、僕のあのストックやからですけどね。まあ、こっちやで。これが400円で売ってた。ね。 懐かししいいと思っっったた方がいらっしゃったはずなんでまああのー、たまたま <coughs> 行ったお店でなんとなく売ってたんで、えー、まあ400円やったら買っとこうかみたいなね <laughs> 400円やったら買うねこれがね800円やとか訳わ,わからん金額つくともうカレーにねスーして帰ってくるのがまあ一般的 ですはい、これはね当時物って言われるやつはねおそらく今のバンダイでは再生産はかからないと思うんですよ。で考えられる可能性としては1つ目金型の金型の原価償却が終わってることで2つ目が今あのー、材料費が上がってるから。 この400円っていうキットが当時は400円っていう適正価格やったんですけど、今、400円でこれ再販できんのよな。で、結果として忘れ去られた後、えー、まあお店にね、お金に困った人が売りに行ってしまうわけやねんて。で、店員さんやな。 お店の店員さんも、えー、なんぼで売っていいか分からへん。の結果が、あー、400円やね <laughs> はい。これはね、あのー、やっぱり、あれかな、なんか僕もちょっと思ってんねんけどね、最近。まあ、週に1回、もしくは週に2回ぐらい、 えー、まあ遊びに来た人がおってだから決まった日だけ、えー、まあまあ遊びに来た人が、えー、中を見てお茶でも飲んででゆっくりして帰って行ってもらうっていうことは、えー、できたら4月ぐらいからしたいかなって思ってるところなんですよ、うん、見たい人がほとんどやねんあのねコロナ コロナが蔓延するときはね、コロナ蔓延する前はね、僕がこの YouTube にこのプラモデルの動画を上げると、売ってくださいっていう人が一定数おってコロナの前は。で、今はね、もう手に取らなくてもいい。手にね、取らなくてもいいから、細かく見たい。細かく。 どんなもんなんかが見たいだけっていう人があー一定数増えたな。倍やらん。400円やで。うんねまあ、機会があったら一回どんなものになるのか見てみましょうというとこです。